とよりとより、字は、計算、または影山。新末から、中華民国にかけての歴史家、地理学者。チャンス賞、竹進出身。1888年、町の洞の幕下に入り、関東五地図局総参となって、関東四地図を編集し、合わせて、高宮美書局編集となった。1892年に新士となり、官民員書期通し、 石膏省巡安検知県後部候補主事を歴任した。1895年、金佐大臣縁茂之の招きに応じて、国立港に赴き、10月には、父春に到着した。1896年、縁茂之は、北京に戻ることとなったが、開店間に、国立港の地図の制作の必要性を訴えた。国立港将軍の恩託は、とよりを、 国流行古志図総産として留め置き、測量事業に当たらせることを上奏した。間もなくして古志図総局は、通史局と改められ、とよりが通史局総産となった。1898年に弱図が完成し、2年後に国流行図説が完成した。しかし、国流行通史は、もろもろの事情で完成しなかった。新革命後には、竹民政となり、後には、 北京大学国士官僧さんとなった。著作には常習変態文録、毛骨辞式がある。後者は現聴筆詞や製法の資料を参照して原子の本に列伝、成形表、地理史を補ったものである。ありがとうございます。